キさんとユンさんさんの趣味は買い物をすると、料理を作ることです。今、シキさんとユンさんさんは、レパートリーに買い物をしています。今晩一緒に料理を作ろう。どんな食べ物を作りたい？寝る前の時、たくさん美味しい食べ物を食べた。そこにラーメンとケーキが大好き。じゃあ、地下2階スーパーに行こう。 いらっしゃいませ。すいません。人参が2000円ありませんか？人参ケーキを作りたいです。はい。これはいかがですか？2000円です。1本の人参は2000円ですか？高いですね。果物はいくらですか？果物は安いですよ。リンゴは100円です。オレンジは200円です。あ、そう。じゃあリンゴは2つとオレンジは1つください。 いいですよ。でもどうして果物が欲しいですか？料理を作るのが私の趣味だから、たくさんものが欲しいです。美味しい果物ケーキを作れますよ。面白いですね。僕の趣味は 公園の果物を食べることです。すごいですね。お釣りは100円です。すみません。リコーダーは何回ですか？地下3回です。ありがとうございます。いらっしゃいませ。どうぞどうぞ。何がありますか？全部ありますよ。 肉と魚とどちらの方が好きですか？肉が大好きです。でも、特に豚肉が一番好きです。豚肉ラーメンを作りたいです。豚肉ラーメンはいい？ちょっと刺身はもっと美味しい。僕の趣味は釣りをするので新鮮な魚があります。でも、 豚肉より刺身の方が高い。あ、何なのだ。刺身を買おう。じゃあ豚肉と刺身を買います。はい、もちろんいいですよ。暇な時僕はハイキングをします。先週末僕は山でハイキングをして、この豚を会いました。 でも今、どうしたんですか？そのヘドは変ね。いらっしゃいませ。 私の一番好きなチームはレイカーズ。ああ、バスケットボールが好き。うん、コビー・ブライアントはかっこいいんでしょう。ジェキもスポーツが好き。スポーツが全部できないけど、テニスが好き。あ、あそこのテニスラケットは綺麗ね。でも高いね。ムンさん、ジョギングが上手だ。 何が上手だ？でもどうして？お客様！